中香港にイギリス軍とは、かつてイギリスの植民地であった香港に駐留していたイギリス軍部隊のこと。イギリスの植民地であった香港を防衛する部隊として編成されたものであり、第二次世界大戦中の1941年12月には、日本軍と戦闘を行い、敗北し、日本軍に降伏している。第二次世界大戦後に、再び編成された。 香港の防衛だけでなく治安維持業務も任務の一つであり、1967年に発生した中華人民共和国の講演を受けた左派住民による暴動に際しては警察と共同して鎮圧に当たっている。また海軍部隊は密輸組止任務に当たっていた。部隊は陸海空の三軍で編成され、人員はイギリス本国のほか 香港人やグルカ兵も含まれていた。国防義勇軍の部隊として、王立香港連隊も編成されていた。海軍においては、専用に設計されたピーコック旧奨会館などが配備された。部隊の最高指揮官は、香港総督である。なお、第二次世界大戦後の中流陸軍部隊は、旅団規模であり、約3年のローテーションで、 本国や他のイギリスの植民地より派遣されていた。香港また、1841年から1997年香港、中東軍司令官クリストファー・エイム・マルドビー少将1997年に香港が中華人民共和国へ主権以上及び譲渡されることに伴い解体された。ありがとうございます。